ソアーベクラシコ D.O.C.G. のワインレチョート・ディ・ソアーベ、D.O.C.G. のワインソアーベは、イタリア北東部ベネト州の辛口白ワインであり、主にベローナ近郊の地域で生産されている。ソアーベのワイン生産地域には、ソアーベという名称の統制原産地、呼称認定区域と2001年に設けられたソアーベ、スペリオーレという保証付き統制原産地、呼称認定区域が併存しており、さらに両区域とも通常表示のワインと、生産地域の中核部にあたるソアーベ及びモンテフォルテ、ダルポーネで作られたクラシコ表示のワインとに分けられる。ソアーベのワイン生産地域全体において主要品種となっているのはガルガーネガであるが、トレッピアーノ・ディ・ソアーベやシャルドネも比率は様々だが使用を認められている。ソアーベのワインはほとんどが辛口のスティルワインであるものの、ソアーベ D.O.C.G. ではスプマンテタイプも認められているほか、1998年には、丘陵地のブドウから作られる、パシート方式のレチョートが、独自の D.O.C.G. 認定を受けている。ソアーベの、ブドウ畑の風景ソアーベワイン保護協会の説明によると、古代ローマのポストゥミア街道沿いにある、この地域では、紀元2世紀には、レティコと呼ばれるワインが作られており、ヴェルギリウスやスエトニウスが称賛していたほか、アウグストゥス帝も好んでいたという。東ゴート王国のテオドリックの臣下、カッシオドルスは日記でベローナにおけるワイン作りの評判について触れており、ソアーベのことを厳選されたブドウから作られる白ワインで白百合から作られたかのような美しい白さをしていると評している。ソアーベという名称はベローナに逗留していたダンテ・アリギエーリの記述に由来するという言い伝えがあるが、ランゴバルド王国のアルボイーノ王の時代にこの一帯に居住していたスエビ族の呼び名、スベービに由来するという説が有力である。ローマ教皇エウゲニウス3世が1145年に出した勅書にはスエビ族の血を意味するスワウイウムという言葉が使われており、中世イタリアではスエビ族のことをソビと綴っていた。初めて公式にソアーベのブドウ畑の地図及び目録が作成されたのは1816年のことだった。19世紀末までには、ソアーベに使用するブドウ品種をガルガーネガとトレピアーノとする先例が確立していたことが、1900年出版の書物から確認できる。また、ソアーベで最初の協同組合が設立されたのも1898年のことであり、現在まで続く。生産、流通体制の基礎が世紀転換期に築かれた。20世紀初めにはフィロキセラ禍によってブドウ樹のほとんどが失われたが再植栽が行われ、1924年にはソアーベの生産者たちによるワイン保護協会が設立された。そして初代会長ペラッツァンはコネリアーノのブドウ栽培、ワイン醸造研究所の協力を得て、地域内のブドウ畑の科学的調査を始めた。1927年には、ソアーベ及びモンテフォルテダルポーネのおおむね丘陵地の畑で構成される、現在のクラシコの地区が良質なソアーベのワインの生産区域として初めて確定され、1931年の勅令によって上質なイタリア固有のワインを生産する力のある地区として、ソアーベとキャンティが認定された。この文書では生産区域の境界線が定められたのだが、ソアーベの場合、その境界線は現行の規定におけるソアーベクラシコの境界線と一致している。20世紀の半ば、ソアーベのワインは第二次世界大戦後の米国におけるイタリアワインブームを受けて最盛期を迎えた。旧来の1700ヘクタールに限定された生産地域だけでは急増する需要に応えきれず、ソアーベのワイン、1968年に制定されたソアーベ D.O.C.G. の生産区域は、この拡大された生産区域の境界線を反映している。ボラなどの大手生産者によるマーケティングもあって、1970年代には、米国内最高売上のイタリア産、D.O.C.G. 認定ワインとしてキャンティすらも抜いた。20世紀末には、ソアーベはピノグリージョや、新たに流入した南イタリア産のワインに凌駕されることとなった。2001年に、ソアーベスペリオーレD.O.C.G. が別個に設けられ、2002年のヴィンテージから適用されたが、新規定の該当区域は、元々のクラシコの地区に含まれていた場所もあれば、含まれていなかった場所もあるという、ワイン専門家のオズ・クラークに言わせれば、不明確で複雑回帰なものだった。新規定における境界線と D.O.C.G. 昇格によって追加されたブドウ樹の仕立てなどの栽培に関する必要条件は、ソアーベのブドウ栽培形からの厳しい非難を招き、早くも2003年には D.O.C.G. の認可を自ら返上して、IGT 表示のワインを生産するものも現れ出した。品質志向の生産者の間では、ラベルにおいて独自の区画表示が非公式に行われてきたが、生産者団体の18年にわたるゾーニングの訴えを受けて、2019年、クルにあたる33の追加地理的単位が、イタリア政府によって公式に認定された。ベローナ県には、ソアーベクラシコの認定区域の中心となるコムーネが、集中している。ソアーベの生産区域は、ベローナ県東部の丘陵地に位置する。この区域には、ソアーベ、モンテフォルテダルポーネ、サンマルティーノブオンアルベルゴ、ラバーニョ、メッツァーネディソット、カルディエロ、コロニョーラアイコッリ、イルラージ、カッツァーノディトラミーニャ、ロンカー、モンテッキーアディクロザーラ、サンジョバンニラリオーネの各コムーネの全体もしくは一部が含まれている。ワイン生産地域としてのソアーベ一帯は、秋にポー川流域から流れてくる朝霧の影響を受けるせいで、カビ病などの病害をブドウにもたらすことがある。ソアーベの主要品種となるガルガーネガダネは、晩熟の品種で果皮が厚く、トレッピアーノ・トスカーノのような果皮の薄い品種よりも、朝霧に耐性がある。ソアーベの核、D.O.C. 及び D.O.C.G. 認定区域クラシコにあたる区域が、最初に定められたのは1927年のことであり、ベネト州政府が当初指定したのは、ソアーベ内の丘陵地にあるブドウ畑であった。現在、ソアーベ D.O.C. 及びソアーベスペリオーレD.O.C.G.のワインで、クラシコの指定を受けられるのは、ベローナ県で最古の本来のソアーベ地区にあたる、ソアーベ及びモンテフォルテダルポーネの両コムーネにおける、丘陵地の畑で収穫されたブドウのワインのみである。この地域でブドウ畑になっている場所の土壌は、沖赤土からなる平野部に比べてはるかに痩せている。ソアーベのコムーネ付近、クラシコ地区の西側の土壌は、石灰質を多く含み、午後の日射から受けた熱を保つため、東側のソアーベクラシコよりもボリューム感と果実味の強いワインが生まれる要因となっている。東側のモンテフォルテダルポーネ付近の土壌は風化分解した火山岩でできているため、西側のソアーベクラシコよりも鋼のような印象の強いワインを生み出す傾向がある。大量生産の安物というイメージを払拭するため、また輸出市場における1990年代からのピノ・グリージョのワインの台頭に対抗するため、品質重視のワイン規格を設ける目的で、ソアーベワイン保護協会は1998年から2001年にかけて栽培地域の土壌、標高、日照などを調査し、51の区画に分類した。この調査結果に基づき、イタリア政府は従来のクラシコの区域だけでなく、それ以外の散在する丘陵地の区域も含んだソアーベスペリオーレD.O.C.G.の2019年6月にイタリアの農業政策省は、単一畑産ブドウで作られたワインのラベル表示として33のいわば区流にあたる追加地理的単位を公式に認定した。区流の適用範囲はクラシコ地区のほぼすべてとソアーベスペリオーレD.O.C.G.の区域の一部であり、ソアーベのブドウ畑総面積の約 38% にあたる。確定の基準としてはワインの特徴、歴史的な地名区分、テロアールを総合的に考慮した結果とされる。区流表示によって各ワインの特徴がわかりやすくなり、販売促進の助けになる一方、区流表示を行う生産者には、ワインの全生産過程のトレーサビリティが課せられる。各区流の名称は以下の通り、カステルチェリーのコロンバーラフロスカフィタ、ホスカリーのボルパーレトレメナルトカルボナーレ、テントコルテドゥルロルガーテクローチェコスタルンガ、コステゾ・ペガメニーニ、モンテグランデ・カデル・ベント、カステラーロ・プレッソーニ・ブロヤ・ブロニョリゴ、コスタルタパラディーゾコステジョーラカザルサ、モンテディコロニョーラカンパニョーラピーニオデエッロ、センジャルタポンサラ、ロンカモンテ、カルバリーナソアーベの主要品種であるガルガーネガソアーベ、D.O.C.G. のワインは、白ワインのみで、使用するブドウの 70% 以上はガルガーネガでなくてはならない。ブレンドの最大 30% までは、ドレッピアーノ・ディ・ソアーベとシャルドネを単独もしくは合わせて使用することが認められている。また、その他のアロマティックでない地元産白ブドウ品種は 5% まで使用できる。トレッピアーノ・ディ・ソアーベは、これよりも質の劣るトレッピアーノ・トスカーノとは別の品種である。2002年9月の D.O.C.G. 規定の変更により、より高品質のブドウに重点が置かれるようになり、かつてブレンドの最大 15% まで使用することが認められていたトレッピアーノ・トスカーノは規定から外された。また、かつて最大 30% の枠に含まれていたピノビアンコは2010年11月の規定変更により枠から外された。D.O.C.G. 認定ワインに使用するブドウの収量は1ヘクタールあたり15トン以下に制限され、ワインの最低アルコール度数は 10.5% と定められている。ただし、収量の上限値は高品質のワインを作るには依然として高すぎるため、ワインの質にこだわるトップクラスの生産者は自主的により厳しい収量制限を実践している。クラシコ地区で生産されたワインは、ソアーベクラシコ D.O.C.G. の呼称をクラシコ地区以外のスペリオーレ街頭地区で生産されたワインはソアーベコディスカリージェリ D.O.C.G. の呼称を使用することができるが、通常のソアーベ D.O.C.G. よりも基準は厳しくなり、最大収量は1ヘクタールあたり14トン、最低アルコール度数は 11%、そして3ヶ月以上の熟成が要求される。なお、リゼルバなどの付加価値的なラベル表記は D.O.C.G. の規定で禁止されている。ソアーベ D.O.C.G. には発泡タイプのスプマンテの規格も存在する。ブドウ品種の使用比率、最大収量、最低アルコール度数の規定はソアーベクラシコのものと変わらない。現行のソアーベスペリオーレ特具の規定では使用するブドウのうちガルガーネガの比率は 70% 以上でなくてはならず、トレピアーノ・ディ・ソアーベ及びシャルドネは単独もしくは合わせて残りの最大 30% 分に使用することができる。また、その他のアロマティックでない地元産白ブドウ品種は合計で最大 5% まで使用が認められている。ブドウの最大収量は1ヘクタールあたり10トンに制限され、ワインの最低アルコール度数は 12% と定められている。また、出荷までに5ヶ月以上の熟成期間を要する。ソアーベスペリオーレ特具のワインは、ほとんどがクラシコ地区内で生産されているものの、クラシコ地区以外の丘陵地にある、ブドウ畑も、同 D.O.C.G. には含まれており、後者には、ソアーベコディスカリージェリ特具の呼称が用いられる。この呼称は、13世紀から14世紀にかけて、ベローナの一帯を治めていたスカーラ家にちなんで、名付けられた。どちらの場合も D.O.C.G. の規定で定められた条件は同一である。ソアーベ D.O.C. とは異なり、ソアーベスペリオーレ特具にはリゼルバの規格が存在する。リゼルバの場合、最大収量は1ヘクタールあたり10トン、ワインの最低アルコール度数は 12.5% である。また、出荷までに12ヶ月以上の熟成期間を要する。2001年10月に、農林政策省が出した政令により、新規植栽のブドウ樹は1ヘクタールあたり4000本に制限され、ベローナの伝統的な仕立て法であるペルゴラを採用をするよう求められた。パッシート方式の甘口ワインの規格である、レチョート・ディ・ソアーベ特具は、ソアーベ D.O.C.G. の下位区分であったが、1998年に D.O.C.G. として独立した。区域の範囲は、ソアーベスペリオーレ特具と同一である。レチョートの語源に関しては、農民が陰干しのブドウを耳たぶの硬さになるまで乾燥させたことから、耳たぶを意味するイタリア語のレチョートと呼ばれるようになったという説がある。現行の規定では、使用するブドウのうちガルガーネガは 70% 以上でなくてはならず、トレピアーノ・ディ・ソアーベは残りの最大 30% 分に使用することができる。また、その他の地元産白ぶどう品種は合計で最大 5% まで使用が認められている。ぶどうの収量を1ヘクタールあたり9トン以下に制限し、完熟したぶどうを風通しの良い部屋で乾燥させ、翌年の1月頃に発酵させる。さらに出荷までには10ヶ月以上熟成させなければならない。そのため収穫したぶどうの総重量に対する完成品のワインの総重量の割合は通常のワインの場合よりも低い 40% 以下になる。また、最低アルコール度数は通常のワインよりも高い 14% となっている。この D.O.C.G. には発泡タイプのスプマンテの規格も存在する。非発泡タイプのレチョートと異なるのは、ぶどまり率が 42% 以下、最低アルコール度数が 11.5% となっている点である。1990年代半ばまでに、ソアーベは年間600万ケースを生産するようになっており、そのうちの 80% 以上は地元の協同組合が製造したワインで、これらはバルクワインとして輸入業者に買い取られ、それぞれの会社のラベルで売り出される。こうしたワインのかなりの割合が、ソアーベの中心となる、丘陵地の多いクラシコ地区ではなく、平野産のブドウで作られている。評価の高いソアーベのほとんどは、クラシコ地区の丘陵地にある畑のブドウで作られているが、21世紀初頭に DOC 及び D.O.C.G. 規定が変更されて、以降はクラシコの呼称もあまり意味をなさないと、ワイン評論家たちは主張している。ソアーベは、その歴史の大半において、ミディアムボディのワインに仕立てられており、シャルドネのワインと肩を並べる存在であった。1980年代から1990年代にかけて、ワイン製造の方向性はより軽口でキレのあるタイプに移っていき、より重口のタイプのソアーベは人気を落とした。しかし21世紀に入ると、ガルガーネガの使用比率を高め、この品種独自の特徴をより活かしたソアーベを製造する傾向が強まった。ソアーベ本来の特徴は、綺麗な酸味とともに白い果実、黄色い果実、ハーブの生き生きとした華やかなアロマを持つミディアムボディのワインであり、年月とともにカモミールや蜂蜜のニュアンスも加わる。マスター・オブ・ワインのメアリー・ユーイング・マリガンは、現在生産されているソアーベのうち、上質のものは麦わら色のはつらつとして果実味の強い辛口ワインになると評している。ソアーベスペリオーレD.O.C.G.の場合、ソアーベ D.O.C. のワインよりも厚みがあり、アーモンドやチェリーの香りとともにほろ苦さが感じられるという。2009年時点で2200名の加盟者を有するカンティーナ・ディ・ソアーベ協同組合は、ソアーベ D.O.C. の生産全体の 48%、ソアーベクラシコの 43% を占めていた。ワイン評論家のケリン・オキーフによると、カンティーナ・ディ・ソアーベのほか、カンティーナ・ディ・モンテフォルテを含む7つの協同組合が、長年ソアーベにおけるワイン生産に対して決定的影響力を握っていた。しかし2000年代以降、多くの生産者が協同組合から離れて、独自にワインを製造するようになっており、ワインの品質向上への動きを加速させている。だが、消費者にとっては紛らわしいことに、協同組合に属さないジーニや、ピエロパン、テッサーリなどの最も優秀な生産者は、ソアーベスペリオーレD.O.C.G.の呼称を使用していないことがある。というのもそうした生産者は、出来の良いソアーベクラシコ D.O.C. のワインの方が、スペリオーレD.O.C.G.の定めたアルコール度数やエキス分の加減を、若干下回りながらも、スペリオーレD.O.C.G.の規格にのっとったワインにより洗練され、長持ちする製品になる、と実感しているからである。ありがとうございます。